永楽市場、ここが市民の台所的な。ザマーケットですね。あー、なんかアジアな匂い。この国でこの毛皮って使う用途あんのかな。冬寒いんじゃない。冬寒いの。そんな寒くなくない。座ってる。伝わるかな。伝わんないだろうね。これ強い感じです。わーい。これは優勝きました。これはうまいでしょう。油飯です。こんな感じです。わほー。あ、湯気が。ね。こっちの湯気だった。もう食いたい。もう食いたい、ね。初めて来た場所で待ち合わせって本当に難しいよな。そう、ここねって言ってないからね。うん、あ、来た。すごいじゃん。日本が恋しくなってる。ほら、やっぱり日本恋しくなってるやん。恋しくなってんじゃん。でもこれ買っちゃったせいでスープもらったんですけど、味噌汁飲みたくてたまらない。あ、ミスがそんなに和な人だとは。私和好きなんですよ。そうなの。
いやなんか基本的にあのカスなんで冒険が嫌いだから、あのアンパイの美味しいものしか食べたくない。冒険が嫌いって多分言っちゃダメだよ。あ、じゃあ冒険は好きだね。食の冒険が好き。食の冒険が、そう、食の冒険が好きじゃない。全ての冒険を愛する勇者ではあるが、食の冒険だけは食はやっぱ勇者戦うより一番大事なんで。そうだよな、ね、冒険しすぎちゃうとちょっとね、確かにお腹痛い痛いになっちゃうんで、食はちゃんと的確に食べて戦いに備える、冒険に繰り出す。その通り。確実にヒットポイント回復しないと嫌なんだよな。うん、そうだな。それはね、理解したわ。よかった。よかった。冒険が嫌いじゃないんですよ。食の冒険が嫌いなんですよ。ということで、たくさん買ってきました。ということで。はい、イエーイ。はい、これが水餃子。で、水餃子。で、こっちが？これ油飯ですね。油飯。おー。そして、次が？トーストです。ベーコンが入ってる。見えないけど。お、トースト。そして、サーモンエクラトンです。I love Japan。もう日本のに思いを馳せ始める。少しホームシックがまた出始めて。そうそう、出始めて。ぶどう汁？ぶどう汁？ぶどうと氷と、うん、なんか甘い汁と、うん、お湯。湯気出てた水を、うん、湯気出てた水全部ミキサーにガーッてやったものがこれ。面白い、見てた。濁ってる。濁ってる。すごいな。すごい自然の色って感じ。ね。よし、じゃあ食べようか。いただきます。味めっちゃ染みてそうです。椎茸。ね。まあ椎茸嫌いなんだけど。あれ。でも一応食う。うまい椎茸食えんだよね。あ、うまいけどね。あ、食えるわ。お、おいしいな、おいしいな。味染みてて、むしろうまいわ。いただきます。すごい、めっちゃでかいね。そう、そう、湯気がすごいじゃん。めっちゃでかい。いただきます。めっちゃ近くでかい。うん。あ、これだけでもおいしいわ。これね、めちゃくちゃうまいわ。これ大好き、私。うんうん。なんかね、肉がブリブリなんだけど、ブリブリ、え、なんだこのニラかな。めっちゃバランスがいい。あ、めっちゃうまいよ。先輩、そんな取ってる場合じゃない。早く食った方がいい。マジで？うん。マジか。めっちゃうまい。あと50個買おう。出ました、ダッサンが。あと50個買おう。うん、おいしい。めっちゃうまいよ。うん。身がすごいいっぱい入ってて、口がもう動かない。お口赤ちゃんだからね。そうだな。そうだね。お口が赤ちゃんだと全部埋まっちゃう肉で。旨味を覚えた。必死にトースト食べてたわ。うん。必死にトースト。おいしい。なんか、マヨネーズかと思ったらちょっと甘いタレが入ってる。マヨなんだ。マヨネーズじゃないんだ。おいしい。50個食べれる。うん。ワンコ、ワンコ餃子。餃子じゃない。ロシア座なんで。ロシア座だから。ワンコギョージャ。なんで。え、ちょっとつかめないね。はい、いただきまーす。うん。え、おいしい。めっちゃうまいよね。確かに、ニラだね。うん、ニラがおいしいの。でも、生地がすごい、あの、普通のやつよりやっぱ厚めというか。厚い。なんかプリプリで、もう一回、なんか、しいたけ、ガツリガツリだもん。しいたけ、この国のこの醤油、しいたけとお米の味がさ、しいたけとかに合うね。うん、うまいね。うん、きのこ類は、うん、すごいよ。これ食べてな。いや、しいたけとめっちゃ、ね、これは素晴らしい。しみしみしいたけ、あ、しみしみめしめしいたけ、うん、あ、米いいわ。怖い。ちょっとみんな食べて。私気づいた、半分食ってる。日本が恋しい人います。あ、恋しい恋しい恋しい。多少恋しい。恋しいの？多少恋しい。よかった。多少恋しい。え、でも普通に、なんか日本のサーモンより温かくないし。本当？確かに、ちなみに、すごい暑いのよ。これ、2パターンあって。うん、サーモン丼の身と腹っていう字があって、身とハラミみたいな。で、ハラミが40円高いんですよ。ハラミにします。ハラミしたの。280円。うまいよ。うん、安い。わさび入ってる。ちょっと入ってる。私ね、わさびダメだ。うん、一緒。でも、そんなに入れてないから。うん、そんなにって言うじゃん、人は。
でも今わさび入ってないと思ってたっていうぐらいわさびを感じていない。そうこれくらいでもダメだ。ダメだ。そう。あ、すいません、まあ、日本を感じるためにわさびめっちゃ入れちゃう。日本を感じる。わさび入ってない。わさびしか感じないんだよ。すごい、ブドウだ。わさび大好きなんです。餃子食った。めっちゃ美味しい。あ、めっちゃブドウじゃないですか。うん、ブドウ。美味しい。ブドウ大丈夫だよね。なんか、と米とブドウあれだから。だからあれでしょ、ちょっとこうシェイクされてるから、あっちのブドウの味に近い、あのちっちゃいさ。ベラウィア。そうそう。わかるわかる。うん。めっちゃ好きだった。うん。ベラウィア味がある。あるある。よく名前覚えてますね。あ、今何と思ったの。そう、ベラウィア。そう、ビデオは見たけど。ベラウィア。ベラウェア聞けば分からないけど自分で覚えられない。覚えらんない。ベラウェア覚えて帰ろうな。帰っても覚えられる。覚えられる。ギョシャザと一緒。ギョシャザ。ギョシャザさんシンプルですか。ギョシャザベラウェア。あ、味噌汁じゃん。これでも匂いが日本の味噌とちょっと違うんだよね。味も違うんじゃないかな。豆腐、うん、そして鮭入ってる。あらしらっぽい、はいはい、イメージ。大根と鮭とネギ。と豆腐。ちょっといただきます。熱い。熱そう。結構近めたね。近めたね、熱々です。つまみご飯が美味しそうなんですよ。あと耳側と豆腐かな。なんか一個ちょうだいって言うの。かわいい中国語が喋れるかな。美味しそうなんですよ。なんだろうね、あんな形の豆腐ないもんね。どんぶりなんなの。あ、そうなの。餃子が入ってそうなんだ。あ、めっちゃ多いんだよ。めっちゃ、ガンミですよ。もうガンミだよ。うちらはさ、こう、いろいろさ、美味しそうと思って食べてさ、買ってるけどさ、台湾の人たちが普通に食べてるもの、なんかめちゃくちゃ美味しそうに見える。でもそれが何か分かんない。分かんない。何なんだろう。聞いてみようか。こうなったら。Excuse me. 聞いてみればいい。What is this?あなたが食べているのは何ですか。今からこれをミサミサさんが、あのおじさま方に聞きたい、聞いてくる、聞いてきます。水饺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 。酸っぱいスープ餃子。シェシェ。辛くて酸っぱいって言ったのか。ラスベンとか。あ、でもこの感じよく見ません。そう。あの、カップラーメンとかでたまに日本スーラータンみたいなやつ。みたいな。辛くて酸っぱいスープ餃子。わー、食べたい。今食べたらという気もする。いつ食べるの。今でしょ。絶対うまいじゃんね。そう、絶対うまいね。絶対うまいけど。さあ、なんだろう。結構飲んできちゃったけど。今は1時過ぎ1時過ぎ。まだ、でもそっか、朝一の時間ちょっと長めに取ってるから2時まで来るってことか。あ、そうだ、そうだ、3時ぐらいまでは大丈夫だよって話になってるから。あ、耳かき行こうってたから。そうですね。耳かきはもう諦めよう。いや無理だよ、耳かき。もう 今すぐ出ていかないと間に合わないから。耳かき明日行こう。耳かきね、ちょっとまあ、もうすごいな。予定の調整が美ではなくて大幅に。私もう大丈夫なんで、あれだったらあの食べるかポイするかどっちかよ。もう一回椎茸全部食べちゃった。椎茸、椎茸だけ全部ない。食べてる。本当に椎茸。
といけないじゃん。なんで？お前が食べたから。多分あなたが全部食べてる。なんでじゃないんだよ。卵パリパリ。でも椎茸は？ない。椎茸がないです。うん、そうだな。限りある椎茸だから。対決しような。そうだ、有限ですね。椎茸有限ですよ。そうだよ。私夢を見ている。